東部支部が日頃よりお世話になっております関東経済産業局産業部製造産業課の勝本課長様よりご挨拶賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様新年明けましておめでとうございます、関東経済産業局の勝本でございます。木工業界東部支部、皆様方、経済産業省、ジャパンブランドサポイン、いろいろご協力ご理解ご協力いただいております。また業界振興のみならず、日本のものづくりを、支えていらっしゃる、皆様方の、日々の、ご尽力いただいているところ、非常に深く、感謝したいというふうに考えています。で景況感という話、ちょっと硬い話なんですけども、非常にですね、政策効果の剥離、エコカー補助金とかあるいはエコポイントとか、そういったものというのが、若干ちょっと、いろいろありまして、そういった意味で生産、外需を見ると非常にいいんですけども、外需以外の生産面が若干ちょっと力強さが、欠けるということで、私どもの、景況判断横ばいというふうになっております。で私も年末年始、20社ぐらいの企業さんと、景況感とかいろいろお話をさせていただきましたけれども、例えばその外需関係でリーマンよりも非常に良くなったという、社長さんもいらっしゃればですね、今のところリーマン時の 50% というお話をいただいている社長さんもいらっしゃいまして、非常に景況感に差があるんではないかというふうに考えられます。で私どもはこういった認識、景況感の認識をもとにですね、昨年からデフレ克服のための新経済成長戦略、そして9月から、新経済成長戦略を実現するための三段構えの経済対策ということを、続けております。その一環としてですね、予備費で、サポイン100億募集しまして、12月に採択決定をしたところであります。で残念ながらですね、関東管内全国の倍率が6倍だったのが8倍と非常に厳しい結果となってしまいました。なんとかそのいい案件を関東の中からどんどん発掘していきたいというふうに考えている次第でございます。で今後の話ですけど、2つ皆様方に今日ちょっとお土産というか政策面での PR をさせていただきたく思います。1つはサポインの23年度です。で予備費がつくと、実は予備費の分削られるんではないかと、私ども非常に不安に思っておりました。ところが、まだ国会通ってないんで確約できませんが、150億と、いう予算満額つきました。これはもう非常に金型業界をはじめ、基盤技術が非常に重要という認識の、元ではないかというふうに考えております。でもう一つはですね、後ほど、帰りに募集パンフレットを置かせていただきますけど、ものづくり日本大賞という、大賞が、今公募中で2月の22日までです。でこのものづくり日本大賞、内閣総理大臣賞、経済産業大臣賞、あと優秀賞とあるんですけども、アンケートをして、聞いたところですね、やっぱり受賞したところの8割が非常に従業員がやる気が上がったと。でそれ以上に9割がですね、プラス企業の PR だけじゃなくて、非常にビジネスのしやすくなったと、そういうふうに答えておりまして、そういった意味でサポインは資金面で援助しますけれども、国による信用力の付与というふうなことで、私はこういった政策が非常に重要だというふうに考えております。でその一環でちょっと来週24日、これは私どもの主催ではないんですけれども、丸の内の方で、こういった選考の委員の方々も呼んで、あるいは受賞した人も呼んだセミナーを開催されます。でちょっと20部ほどパンフレットを用意してますので、もしご希望の方いらしたら名刺交換の上お配りいたしますので、よろしくお願いします。ものづくり日本大賞の募集のパンフレットはたくさん、帰りに、棚に置かせていただきたいというふうに考えています。でサポインについて、なんとか23年度関東局件数を上げたいというふうに考えておりますので、サポインワンストップサービスというのをですね、多摩信用金庫、あるいはですね、西部信金、あるいは浜松商工会議所と連携してですね、採択になった人のお話を聞いたり、事業化した人の話を聞いたり、あとは私どもサポイン班とか、専門家のメンバーによるブラッシュアップ、そういうような、イベントも考えております。あとはサポインとは関係ないんですけど、ものづくりの人たちが交流できるような場を芝浦工業大学と連携して2月18日、開催予定でございます。
こういった話というのも追って皆様方にご連絡していきたいと思います。で関東経済産業局、本当に皆様方の声をいかに本省に上げていくか、そこに存在意義があるところでございます。そういった意味でこういった場でですね、皆様方の、景況感や政策要望、お褒めやお叱りの言葉、いろいろいただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。最後になりましたが、日本金型工業会東部支部および、東部支部のさらなる発展、また今日ご臨席いただいている皆様方のご健勝と、ご繁栄を記念いたしまして、私の挨拶を返させていただきます。ありがとうございます。